今日は普段メイクなのでナチュラルに明るい印象になるようなメイクをしてみました。皆さんこんにちは、はじめまして。私の名前はトウカリナと言います。私は15歳、中学3年生、高校受験中です。私はファッショニスタとして、どんな服でも着こなせる女性になるために日々頑張っています。そして現在、手話とダンスを融合させた手話ダンスを広めたいと思って日々活動しています。ではどうぞ。今日は普段やっているナチュラルメイクにしたので、カラコンはティアモのナチュラルブラックを使用しました。このカラコンは瞳がすごく大きく見えて、でもナチュラルなので愛用しています。ベースは素顔エアーフィット CC クリームスムースの011ピュアナチュラルを使っていて、これはすごく空気とかパウダーが多いのか、すごくふんわりとした塗り心地ですごく使いやすいのでよく使っています。セザンヌ赤み補正コンシーラーソフトグリーンを使っていて、あのニキビのところとか小鼻のところに塗っています。これは赤みを消すために使ってるんですけど、グリーンなので赤みをすごくナチュラルに消してくれるので使っています。ファンデーションはケイトのパウダレスリキッドオークル C を使っています。これもすごく塗った時にサラサラな触り心地になるのですごくよく使っています。ブラシでファンデーションを伸ばしているんですけど、これは H&M で購入したんですけど、すごく毛が多くてすごくふわふわしてて塗りやすいのでこれを使っています。コンシーラーはキャンメイクのカバー&ストレッチコンシーラーフェイスカラーというものを02番を使っています。ニキビのところとクマ消しのところとハイライトをちょっと入れようと思って顎のところに入れました。塗ってからスポンジを使って叩くように塗っていきました。すごく伸びが良くて私的に使いやすかったのでよく使っています。アイプチは今まではずっと絆創膏を自分で切って使っていたんですけど、そうするとここに幅があるので、そこのところだけシャドウが乗りにくかったり変な浮きができちゃうので、最近はこちらの100均で見つけたファイバーを使って、私は左目の二重の幅がすごく狭くて目が大きさが全然違うので左だけ直しています。ノーズシャドウはセザンヌのフェイスコントロールカラーというものを使って4番マットブラウンですねを使っていて、私はこれは筆とかじゃなくて手の両手の薬指を使って両方つけてからピュッと引いています。これはここがすごく一番フィットしやすくて、いろんな指でやったんですけど一番細さがちょうどいいのか、すごくここが一番やりやすかったのでそういう風にいつもやっています。アイブロウは100均に売っているやつなんですけど、これが一番私の中で色がすごく使いやすかったので最近はいつもこれをずっと使っています。ナチュラルの時は平行を、イメージして描いています。アイブロウパウダーはキャンメイクのミックスアイブロウ01番を使っていて、最初に濃い方の色を中心側を塗って、その後に真ん中のちょっと茶色い色で全体的にぼかしています。アイシャドウはキャンメイクのパーフェクトスタイリストアイズ05番を使っています。で、最初に明るいキラキラしたものを塗って、全体的に塗ってトーンをちょっと上げてから始めました。目尻のところの方にぼかしで入れているんですけど、これをアイブロウにしてる理由は、普通のアイラインのペンシルだとすごく濃くなってしまって濃いメイクになってしまうので、私はアイブロウのやつが一番馴染みが良くてナチュラルに仕上がるかなと思っていつも使っています。で、次にさっきの同じアイシャドウの濃い色を使って、さっきほど描いた目尻のぼかしのところに重ねて塗っていきます。で、次は上の方にも描いていって目尻側から中央に向かって引くような感じで使っています。涙袋の影を作る時に K パレットのラスティングツーウェイアイブロウ101番を使っていて、これは影を描くときにシャドウとかで描くとクマみたいになっちゃって私はすごく嫌なので、このリキッドの眉毛を描くやつで1本少しだけ薄く描いて、それをぼかすような感じで使っています。で、涙袋のハイライトにエルファのノーズシャドウ A ノーマル肌系を100均ですねを使ってのハイライトの方を使って、ここのとこにブラシで取って少しちゃんちゃんちゃんと乗せて指で叩くような感じで乗せていきました。で、次アイライナーなんですけど、アイライナーは目をちょっと垂れさせたいので目尻からだけ
引いています。でこっち側を塗らない理由はやっぱり濃くなってしまうので目尻だけちょこんと塗っています。垂れ目にしたいので下目に、ですが下すぎるとなんか不自然なので目の形に沿って引いています。で次ビューラーは100均のなので特にビューラー自体は変わったことはないんですけど、上げ方として真ん中奥、もう奥の方にやってしまうとすごくガッと開いてしまってすごくきつい印象になってしまうので、ナチュラルにするときはまつげの半分くらいだけを上げています。で、マスカラはレブロンのアルティメットオールインワンマスカラを使っていて、こちらは赤を使ってるんですけど、いろんな色があって、この赤を使ってる理由は中のやつが普通のとちょっと違くてゴムっぽい形なんですけど、そのおかげでナチュラルに仕上がるのでこれを使っています。でハイライトは、トニーモリーのスポイラーオイルペーパーパクトを使っていて、01番のコットンホワイトを使っています。でこれは油取り紙みたいなやつのパウダータイプなんですけど、汗かいてきちゃった時とかも使ったりとか、あとは普通にハイライトとしても普通に使ったりしているので、結構リピート買いをしています。チークはビセのブレンドカラーチークスの RD2、 これは中に付属のブラシが入っているので、これを塗って、ここの細いのでここのところをハイチークとして塗っています。でリップは先にメイベリンのベイビーリップスグローを塗って潤わせてから、少しピンクをのせてから次のリップに入ります。リップはケイトのブラッディラッカーを使っていて、これは中央にだけ塗ってグラデリップみたいな感じにしています。いかがでしたか？今日は普段メイクなのでナチュラルに明るい印象になるようなメイクをしてみました。もしよかったら真似してみてください。チャンネル登録をして私の動画を見逃さないようにしてください。お願いします。